ストで丸ごとめっちゃいっぱいあるよね。値段が多いね。うん、何それ。プレゼントボックス。あ、箱だ。プレゼント入れる箱。え、かわいいね。こんなのなの。昔こういうのなかった気がする。え、めっちゃかわいいねこれ。なんかクリスマスの時にさ、こう飾ってもかわいいね、箱はね、うん、あ、確かに。お友達にあげるのでもいいけど、お菓子とか詰めてあげたら夢が膨らみそうじゃない。どうする。かわいいね。この大きさの箱もかわいい。え、これいいじゃん。かわいい。いろんな種類あるけど。ツリーね、これいいよね、うん、これもかわいい。シンプルで、うん、箱の大きさバラバラだ、うん、確かに揃えてもいいんじゃない。つまんない、うん、積んで、なんかこうピラミッドみたいにするといいかも。これも可愛い、ね、このぬいぐるみ可愛いね。リミはなんかトナカイってイメージ。うん、リミちゃんっぽい、ね、リミちゃんにお土産買ってく。だよね。これも可愛いけどね。あ、サンタ。サンタ。あ、じゃない。違う、サンタじゃない。サンタトナカイって書いてあるから、中の人はサンタなんじゃない。あ、サンタトナカイなんだ。え、じゃあサンタツリーほら、いいんじゃん。いいんじゃないですか。書いてないよ。サンタツリーなんて書いてない。嘘。あ、ツリー雪だるまだ。これはツリー雪だるま。これが、ここに目とかあるから。あ、そっか。サンタトナカイ。サンタトナカイ。これ買ってってあげる。それにする？あ、これが本体か。トナカイ。そうそう。こっちがトナカイの顔で、アンパンマン。こっちが、何？サンタ。サンタ。面白い作りだね。でも可愛い。うん、ママの好きな緑。でもやっぱ緑はね、IKEA で買いたいな、うん、あ、なんかパパが見つけてる。200円だよ。そう、これ200円ね。でもしーちゃんね、買ったのあるもんね、ホームセンターでね。おしゃれだね。ダイソーでもこういうの揃うんだね。すごーい。目当てで来たけどさ、うん、今いっぱい売ってるね。いっぱい売ってるよ。化粧品もめっちゃいっぱいあるよね、100均ね。100均だからこそもね、落ちそうの。これめちゃめちゃ可愛い。好きだね、これね。ソフトの大きいのもあるんだけど、うん、大きいのも可愛いんだけど、ちっちゃいのも、ね、確かに持ち運びにはやっぱちっちゃいバッグの時とかはね。じゃあそれ買う？買ってこう。うん、リボン探してたの？そう。髪の毛につけるの？髪の毛に巻けるような。ちょっと3色入ってるんだけど、かわいいじゃん。かわいいね。しほちゃんっぽい、なんかこれ。めっちゃしほちゃん。めっちゃシフト感じ。あー、これなんか秋っぽい、うん、秋っぽい。こういうの1個ぐらいあったの。紙袋、うん、これサイズでね。超土台ですよ。チューが欲しかった。ポチ袋でしょ、うん、こういうのとか。あ、なにこれ、かわいい。かわいい。え、これポチ袋、かわいくない。ポチ袋、かわいい。ポチ袋。え、これママ欲しい。ママ欲しい。袋も今いろんなの出てるよね。なんかこういうさ、絵のタイプがこういう感じで可愛いけど、かわいい。猫かわいい。
モノクロね、モノクロ、やっぱしおちゃんモノクロ好きだよね。何これ、え、これあのスピーカー、浴室でも使えるワイヤレススピーカー、音楽好きの人にはたまりませんね。さ、これさ、うんうん、使うとさ多分1時間入っちゃうよ、多分のぼせちゃうんだよね、しょうちゃんね、入りすぎてね。最近リミもね、お風呂で音楽ね、リミも最近音楽に目覚め始めたよね。赤鉛筆が、あ、そうだね、赤鉛筆あなたもうやばいよね。これは何なの？ジェルクリーナー、スライム、あ、キーボードの汚れを取るんだよね。いやでもちょっと怖いよね、もしさベジョベジョだったらさ一気に壊れるよ、うん、やめた方がいいよね。大丈夫大丈夫なの、わかんないじゃん、ダイソーで。すごいね、パッキンにも鬼滅の、いや鬼滅風のだよね、鬼滅風の雰囲気が出てるノート。鬼滅って言っちゃダメだよね、鬼滅風のだよね。でも売ってるんだね、売ってるんだね。何がノート、ノート売ってるよね。キャンパスも何気にダイソーで買えるんだよ、ね、私ダイソーで買ったことないの、うん、可愛いじゃんピンクと、何気に可愛いね、可愛いこれ、お好きな色。5ミリフォーガーは何でも使うもんね、やっぱり。このね、収納コーナーが最近なんかダイソーも種類が増えた気がするんだよね。すごい。なんか洋服仕切るやつでしょ、うん、すごくないかな、こんななんかね。すごい。ママがね、今ね数個持っててちょっと買い足したいやつがあって、そう、それはねここなんです、これ、これが家にこうあって、こう、クローゼットの上の棚にこう何回もこう何個か積み重ねたんだけど足りなくて、あ、もうこの色がない、1個しか、あらら、ガビビーン、最悪じゃん。え、あと2個必要だから、ね、2個、やばいじゃん、1個だけ抜けてないやつ。ここへ来たからには一応買ってます。でもね、一家族1個なんです。今までこっち買ってたのね、うん、でも最近ね、こっちがいいことに気づいたの、うん、この200枚の方、こっちの方がちょっと薄めなんだけど、多い、いい感じ、50枚、そう。家にある。この野菜チョッカーも気になったんだけどさ。うん、どれ、ドレッシング。これ？ドレッシングミキサー。ドレッシング作れますね。へえ、すごい。あ、自分で作るのかな。うん、自分で調味料入れて作るってこと？そうだね、多分。ただミキサーだから混ぜるってことだね。うん、なんか今いろんなものがあるよね。すごいね。楽器なのね。あ、肉じゃなくて大豆なの。なんか最近大豆のお肉流行ってるよね。こう買ってみる？うん、美味しいかな。皆さん。ドッキリ。ドッキリ、ミニドッキリ。え、じゃあ一個じゃ足りなくない？でもあれか、スナック菓子だよね、肉じゃないの。しおちゃん、何お菓子作りにしたいの？そうなんですか。何作りたいの？クッキー、ココアクッキーは、うん、あ、ココア、うん、ココアクッキー美味しそう。まあパウンドケーキでも、
うん、すごいいっぱいだよね、ナッツル。あ、なんか手に取ってる、くるみめっちゃある。なんかしーちゃんの目線が食べる、くるみ、くるみ違うよね、飴でしょなんか舐める、これにした。あ、これめっちゃ酸っぱいやつだよ、超酸っぱい。ママも食べたことある、これで。あ、それね。